花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。今日はなんか天気もね、穏やかな、秋晴れになりましたけどもですね、最近ちょっと寒くなってきましたからですね、風邪なんかひかないようにお気をつけいただきたいと思います。いきなり誰かって電話をあれ切っとけよ、生放送中にすいません、目した。松下俊美さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。いかがですか、体調の方は。風邪とかね。あ、そうですか。どんな感じ。熱出たの。熱は出なくて、喉がやたら痛くてね。ああ、結構咳き込んだりね、する人が最近多くてね。喉風邪っていうのかしらね。まあでも今日はマシです。ああ、そうですか。だいぶ良くなりました。おおおお。はい、ね、ということでね、今日はね、もうスペシャルなゲスト、はい、早速ね、ご紹介しましょう。まあ僕のね、古くからのお友達というかですね、横浜が生んだ世界のロックンロールバンド、ザ・ウォッカのですね、二人のユニット、国作家ブルースバンドの辻浩二さん。あ、どうも。どうもこんにちは。こんにちは。お久しぶりです。どうもしばらくです。渡辺武さん。こんにちは。よろしく。よろしくお願いいたします。お元気でしょうか。まあ、もう山田さんもほら、二人の顔見たらね、元気が出た。元気が出、顔見ただけで元気が出るようなね、やっぱりロックンローラーそうじゃなくてね。そうよ。たけしも半袖だしね。そうだ、すごい。ね、やっぱり、まあいろいろね、もう横浜で30年ぐらい。そうですね。33年。ね、長いですけどもですね、早速ね、出ました。出ました。出ました。イエーイ。完成を。これ完成ですよね。このかっこいいジャケットにも、なりましたけどもですね、このエスケープというね、はい、CD が出ましたけどもね。これはどういうあれですか。今までこう何枚目になりましょうかね。アルバムは、うん、2枚目なんです。ああ、そうなんだ。だ19年ぶり。おぉ、そうなんだ。実に長い。まあ、シングルはね、ロデオカーボーイとか。あ、そうか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 。2枚出してるんですけど。はい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 。アルバムとしてはもうかなり、時間経っちゃいましたね。いやー、これはね、じゃあ、時間をかけただけね、あって素敵な、録音、いかがでしたか？なんかいろんなエピソードありましたか？録音に関して。そうですね。でも結構順調に、かなり順調に。今回ベースの、ジェームス、市川ジェームス洋二さんが、プロデュースもしてくれたんで。はいはい、あ、そうなんだ。ね、あ、彼はほら、そういう才能もあるね。ね、キャリアもね、あるし。意外とスムーズにいった感じはしてるんですけどね。なるほどね。市川ジェームス洋二、プロデュースというね。そうなんですよ、ね。まあでも、ジェームスさんとかと始めてどれぐらいになります？もうサポートっていうかね。7年ぐらいなのかな、そんなに経つの？ですね。そうなんですよ。そうか、そうか。ということで、あ、山さんどうもありがとうございます。これですね、これ、これ。来ましたね、スケープ。これは9月21日発売。11月。11月。あ、ごめんごめん。来週です、来週。あ、来週？うん。来週。9月じゃないね。来週。11月だね。俺の、なんてレコード会社ってさ、昔。大体21が多いのよ。あ、そうなの？そう。21が多いの。どういうわけか、僕は9月21日だったの。私は8月21日。そういう、40年前の9月21日。どういうわけか、21日が多くない？でも水曜日とは言う。なんかその、売る CD ショップのあれで、あ、その、あれもあるのかな。ああ、そうなんだ。あ、そういうこと？日にちはわかんないけど。日にちがね、もう、結構21日多いよ。11月21日発売のね、ほやほやの CD、ちょっと今日聞いてみていい？あ、ぜひよろしくお願いします。あ、行きましょうか、これ。これ何曲目からかけますか、これ。今日は最初は4曲目の。はい。はい。ワンナイトスタンド。ワンナイトスタンド。
はい、ということでワンナイトスタンド、はい、ザ・ウォーカーでしたけども、かっこいい、いいですやん、うん、いいですやんやん、いいね、なんかね、どうでしょうこれ音がね、前から、まあ、いくつか僕何枚か聞かせていただいたりしてたんですけども、やっぱ音抜けてる感じがするんだけどね、録音のカラッとしてせいとかもあるの、マスタリングがね、あ、マスタリングで決まるっていうね、実はね、マスタリングなんか残したの、あのイギリスのアビーロードスタジオが、はい、ああ僕も行ったことありますよ、ます、はいはい、今度そこで導入する機材を、うん、俺たちが最初に使っちゃったすごい、そうなの、世界、まあ、簡単に言うとそんな感じ、世界初、世界初、世界初、すごいすごい、うん、あまり機材のことよくわからないから俺もそうなんですよ、なんかその、ね、組み合わせ、うん、なんかのその機材を今度アビーロードスタジオが使う、導入するっていう、今チェック段階とかって、すごいじゃん、あ、そのエンジニアの人が考案したやつなの、いや、なんかこうじゃなくて組み合わせか、とかしてるみたい、うん、その、わかんないけど、だからかな、そうなの、それもでかいけど、まあ、元、うん、取った時もね、結構エンジニアの人ともね、なんかちょっと違いがわかる、なんとなく、うん、ね、細かいことはわかんないけど、音でさ、ちょっと違うって感じ、音がなんかこうすごい抜けてるっていうか。まあね、はい、なんかそういう気がするよね、なんかね、すごい、エンジニアの人もやっぱりこうものすごくロックンロールとか分かってくれてる人見て、そうでしょうね、きっとね、だ結構そういうの、そういう人たちが揃うとなんかいいものができるよね、だからそれがないとさ、昔のレコード会社って俺なんか信濃町とかで、はい、結構スタジオ代ものすごく高いんだけども、やっぱり録音したことがあって、はい、でもそこら辺の意思疎通っていうのはあまりない、お仕事ないままお仕事でやってるじゃない、そうですよね、うん、腕は良くていい音で撮れるんだけど、あのエンジニアの方もね、はい、でもなんかこう、ね、やっぱ気持ちが一つになるっていうのはやっぱりこうウォッカとかさ、そういうずっと長年やってきたバンドっていうのはそういうのがないとさ、そうですね、だから今回はすごい、ね、そういう意味ではすごいやりやすかった、ね、そうだよね、うん、これいいですね、エスケープ、ジャケットもかっこいいもんね、エスケープは誰が決めたの、うん、タイトルは、うん、何、辻さん、辻が、そうですね、やっぱりどっか逃げ出したいってね、そう、逃げ出したい、そういう、そういう、だから初め決めてなかったんだけど、うん、やっぱりと録音 してて、うんうん、こう歌詞カードとか全部並べてチェックしたりするじゃん、うんうん、はいはいはい、で自分の歌詞とか改めて読んでみて、うん、逃げ出したい、逃げ出したいとか、そういうね、抜け出したりなんですよ、だから多分でもみんないろいろあると思うんですよ、うん、まあその現実だったり ねそういうものだったり、家出たいだ、今の世の中ってさ、うん、人たちってまあ、日本にこうパンクブームっていうか、まあ、70年代後半とかね、80年代ぐらいに、まあ、そういう福岡の方もそういうバンドが出たりしましたけども、はい、やっぱり状況的に日本が割と豊かだったからね、はい、やっぱり切羽詰まった気持ちっていうのはなくて、うん、まあ、ロンドンとかとまた違ってね、うん、だからでも今の方があるよね、そういうメッセージがあると思う、ね、うん、だから逆になんていうかな、その政治に対することとかもそうだし、はい、なんかねやっぱり疑問に思うことの方が多いじゃない、そう思う、なんかね、うん、だから今の時代に逆にね、そういう歯車が あってくるかもしれないよね、あってほしいですね、いやいや、これさ、ロンドンでやっていいんじゃ、持っていっちゃえば、なんかかっこいいよね、うん、これ、あ、日本だけだともったいない感じがする、そうだよね、そう、うん、でもそういうことってなんかやっぱ考えたりするの、うん、僕考えますよ、寝るちょっと前とかすごい夢の中になっちゃう、ラジオに慣れてきたねかっこいい、かっこいい、なんか、うん、でも、うん、塊を感じる、ね、世界にね羽ばたく感じのいいんじゃないでしょうかね、ね、行きたいですね、行きたいね、そうよ、なんかお客様紹介してください、あ、いつもちょどうぞ、はい、サポーターのザックさん、ザックです、ザックさん、ザックさん、ザックさん、はい、今回のアルバムもこういろいろ、あ、どうぞ、もうちょっと前に、お話し、どうもこんにちは、よろしくお願いいたします、で今回結構若いデザイナーと、うん、あとカメラマンの子と、ね、うん、結構若い子たちと一緒にやったんですけど、それを紹介してくれた、うん、総合こうまとめてくれたそのジャケット関係とか、ああそうなんですか、ザックさん、やっぱデザイン
関係のお仕事なんですか？そうですね、まあ、自分でもレーバル立ち上げてまして、ね、はいはいはい、前回はブラインドエッジのグリコがお世話になりまして、社長、そうでしょ、俺もそうじゃないかなとか思って、あ、そういうデザインとかもやるんですか？そうですね、人材の紹介とか。おー、なるほどね。手広いね。手広い、ね、手広くねえ、そう、カメラもやるしね、はい、ね、うん、あ、そうなんですか。この写真はまた違うんでしょ？これは撮ってもらったのは、そのもっと若くて可愛い女性のカメラマン、おじさんじゃないですか。いや、でも最近おじさんと思ってたらさ、俺より下だったりするんだよね。ほとんど下だからね。それは多いね。確かに、うん、まあ、ということでね、このエスケープ、あの、素晴らしいアルバムに出来上がっていますがですね、これ皆さんのお手元に行くっていうか、まあ、もちろんそのライブの時に会場で売ったりとかもするのがメインになるんでしょうけど、どういう流通とかは、うん、あの、うん、全国の CD ショップとか、はいはい、あとオンラインストア、はいはい、ではもう予約始まってますんで。ああ、そうですか、はい、ぜひね、あの、ディスクユニオン関係だとちょっとなんか多少並べてもらってるかもしれない。まあね、AKB とかじゃないんで、その枚数はないですけど、早い者勝ちで、早い者勝ちで、早く行かないといけない、はい、AKB の話が出たら止まんないよ、ね、もうね、お叱りいただくからね、あんまり言わないように近づかないようにしてるの、やめとく、俺の前でちょっと言わないでください、やめてくださいこれかと、おまけはついてない、おまけは握手券、握手無条件で握手するから、ハグまでやっちゃう、ハグまでしちゃいますって、これね、いや、素晴らしいよね、これ ねかっこいいね、このね、いいな、これ、うん、渋いね。俺だからロンドンに行った時に、まあ、たまたまそのアビロードとかも行ったんですけど、はい、あの、知り合いがね、そこで録音してたのね、まだ若い子なんだけど、アビロードスタジオ、うん、そうそう、バークリーで、でなんか CD 作った時にそこで録音したんだって、はい、で結構ね、あの、気軽に録音できるような雰囲気だったよね。でも結構ほら、やっぱ歴史があるじゃないですか。そうですね、いろんなね、はい、まあ、そのビートルズとかもそうだしね、はい、だからなんか、あの前のね、交差点でみんな写真撮ったりなんか するんだろうけどね、横断歩道で、横断歩道、うん、なんかね、で一回撮ったらね、クレーム来ちゃって、そうなんですか、うん、お前裸足で歩けって言われた、そういうクレームだ、ダメだよ、裸足で歩かないと、お前で、ね、なんで裸足で撮り直したんだけど、いや、ポールが裸足だったから、うん、まあ、そういうね、でも、あの、俺さ、もう分かんないけど、はい、あの、CD さ、あの、昔紹介しようか、なんかもしね、向こうでこう、向こうの住んでる人にやっぱり聞いてもらってもいいね、はい、で、どうなるか分かんないよ、だってこのラジオ聞いてもらって、僕、ロンドンにご招待されたんだもん。あ、そうですよね、うん、そう、それはね、あの、メインはそこの、まあ、日本東関東大震災の、まあ、ボランティアの、はい、チャリティーライブがメインだったんですけどね、はい、あの、ストリートとかでもやったのよ。あ、前、そうそう、ね、ストリートでね、世界中のストリートミュージシャンが集まる日があって、うん、でそこでもやらせてもらったんだけど、例えば国際ブルースバンドがそこでやるとするじゃん、日本語で、俺日本語で通したからね。あ、でもね、聞いてくれんだよね、ロンドンの人ってね、うん、ちょっと最初はね、敬遠してんだけど、じわ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 集まってきて、ちっちゃい子供がね、あの、投げ銭してくれるのよ。あ、1日ね、3万円ぐらいになったからね。声でかいですからね、カナオさんね。で、ちょっと CD 屋からクレームがおっさんが飛んできて、やかましいって言われたことは、いや、一回ぐらいあったけど、あとはね、結構聞いてくれてね、あの、メインの会場にも来てくれたりしたのよ。あの、スペインの人だって、フランスの人だったりとかね。だから日本語で歌ってもね、なんか伝わるよね。伝わるよね。その声質とか、うん、だから全然、スタイルで、うん、言葉とかでもないと思うんだよね。まだロンドン行く前に、バンド名だけは問題はバンド名だから、向こうでその2人のユニット名を出すと、あれ、ちょっと変えてね、しなきゃいけない、じゃあ、金太郎とか桃太郎とか受け入れやすい、ということでね、ね、
ちょっとこういう話、もう早速ね、もう一曲聞いてしまう。聞いてみろ。うん、聞きますか。まあ、まあ、生歌も今日ね、やってもらうと思うんですけども、はい、これ続けてね、ちょっと、皆さんね、お待ちかねだと思いますんでね、もう一曲聞いてみましょうか。これがですね、2曲目です。2曲目の。2曲目の Come on, let's go!はい、ダウォーカー、カモンレッツゴー、ね、素晴らしいロックしてますね。ね、録音が上がりました。このザ・ウォッカーのエスケープっていうね CD、11月21日発売ということでね、ぜひ、ご予約していただきたいと思います、はい、じゃあお便りをね、はい、まずご紹介いたしますか、うん、はい、はい、じゃあミキさんからいただきました、皆さんこんにちは。博多のミキさん、博多のミキさん、はい、はい、今日は今にも降りそうな博多です。ああ、そう、天気悪いよね。多分カナオさんが帰ってくる嬉し泣きの感じですかね。だいたいね雨男なのよね先週のインフィニットアレイズからのお二人も素敵でしたね、はい、でも最近の若いバンドマンの人は、うん、トゲがないというか、うん、感じが良い上に歌が上手い人が
増えたなと思い、感じています。うん、確かに、人がいい、いい感じがするし、まあ、人間的にね、素晴らしい、穏やかで素晴らしいけど、昔はほら、やっぱトゲトゲしいバンドばっかりだったじゃん、この辺、大体。俺たちもそうだけど。喧嘩腰だったからね。喧嘩腰でさ、なんでそんな怒ってんのみたいなさ。俺ら若手だと思ってた。いや、ね、それとはちょっとまた違うかもね、お利口さんっていうのは ね、確かにね。そうね、うん、そして今日はもう本当に楽しみだったザ・ウォッカから、うん、コックサッカーブルースバンドのお二人ですね、はい、辻さん、たけしさん、お帰りなさい、はい、待ってました。ありがとうございます。そしてニューアルバムエスケープ完成おめでとうございます、はい、ありがとうございます。予約済みのオイラ、素晴らしい、予約してきた、ありがとう、ね、ありがとうございます。来週中には届きそうなんで楽しみです。本当、今日も嘘つきインディアン様との楽しいお時間をお過ごしください。嘘つきインディアンって丸のことか。失礼な。悲惨やろ。ね、あ、辻さん、お嬢さんにも次こそ会いたいもんです。ああ、ね、ありがとうございます。しおんちゃんね。しおんちゃんも、ね、言っていい、はい、あ、全然、全然。ね、素晴らしいですよ。どこ、お台場。うん、ゼップダイバーシティ、ダイバーシティっていうの、あれすごいね、会場でもうね、大盛況、大盛況、素晴らしいね、うん、頑張ってね、度胸があるよね、度胸ね、あるかもしれないね、俺だからものすごくあれなのよ、思い入れがあってさ、思い入れっていうか、俺一回さ、中国に紹介してた、ありましたね、あれっきり、中国あるそのプロデューサーの紹介で、日本人の女性のボーカリストをね、シンガーソングライターを紹介してほしいって言われて、俺紹介したわけよね。ですよね。中国に送ったんだから、うん、送り出して、送り出して二人でね、おめでとうかなんか言ってさ、ね、もつやかなんかでさ、もつやかして、立ち飲み屋ね。そう、送り出して、いやーとか言ったらもう日本と中国の関係がその時良くなくて、暴動かな、なんか、そうそうそう、それでリハーサルしたんだけど。戻ってきちゃったのね。そうなのよ。ホテルに缶詰にされちゃって。そうそう、ね。できないっていうことで、ちょっと、危ないっていう感じになっちゃって、日本に帰ってきたのよ。だからもう、しおんちゃんにはものすごくね、本当に悪いことしたなとか思って、まあ俺が悪いわけじゃないんだけど、ね、この先、この先行けるよ、きっと。一回やるかけたことは絶対。そうそうそう。やっぱそれがね、なんかこう、今、実を結んでるっていうかね。やっぱりしおんちゃんも抜けちゃってるよね。うん、スコーンと、まあ、新曲も聴いたけど、大人になった。っていうかね、なんかね、うん、うん、なんか、うん、ちょっと、ほら、やっぱ個性があるじゃん。あ、まあそうですね。うん、人がないものじゃないとさ、結構みんながしてるようなことと同じことって、なんか、だいたいメロディーとか、ボイストレーナーが一緒だったりする歌詞が多いじゃん、なんか。確かに。女性の。ボイストレーナーだから同じ歌い方すんのよ。メロディーもつけ。トゲあるなトゲあるな昔のミュージシャンは。いや、でもさ、なんかさ、同じに聞こえちゃうんだよね。確かに、ね。作る曲のメロディーもなんか同じ感じだし、どっかでちょっとファルセット入れてみたりとかさ。で流行りの歌い方みたいなのがあるもんね。そうあるじゃん。女性歌手は。だからそういうのがさ、しおんちゃんとかは全くないし、やっぱり独自のね、ものを持ってるって、もちろん僕かもそうなんだけども、それがやっぱ強いよね。それしかできない強みっていうか。子供の頃からこう表現したいことがいっぱいあったんじゃない？それを貯めてっていう感じするね。だから爆発してる感じするもんね、ステージがね。誰がですか？しおんちゃん。あ、うん、確かにね。初めて見たときそう思ったの。すごいな、この子。ギター一本でさ、花道に出て、ねえ、おっさんたちが。だって、だって本当に、革ジャン来たさ、もう、ね、荒くれ者の中に入ってね、小汚い。小汚い。一人でさ、ギター一本なさ。ポッとね、しおんちゃんが入ってくるとバーッと花が咲くじゃん。すごく良かった。その印象がすごくある。やっぱそういうなんかオーラがあるんだね、きっとね、うん、ということでちょっとごめん、はい、それで何ですか、ね、そしてカナオさん、はいはい、明日になってきましたね、はい、オイラがしゅんさんの動画を撮ったファンキードッグ、うん、初めて行くさとみちゃんのお店でのライブも楽しみです、はい、それに20日はカナオさんの一周回って
ヨンチャイのお誕生日に地元能形のザ・バーというところで大誕生パーティーになりそうですね。いやいや、それはあんまり人に言ってないけどね。言ってない、伸びきた首を元に戻しながら待っております。ありがとうございます。今日はリクエストはなしです、はい、コックサッカーブレスバンドのアルバム収録曲も聞きたいし、はい、カナオさんは起伏に向けて感じるままに歌ってもらいたいんで、はい、今日はリクエストなしです。はい、ありがとう。楽しみます。カナオさん、また明日。また明日ね。また明日。ありがとうございます、ミキさん。ね、今日ね、前乗りします。ちょっとね、自分のことで申し訳ないんですけども、予定を言っときましょうかね。今日前乗りして、明日、久留米ですね、ファンキードッグ。これはですね、僕のデビュー当時の、ドラムの久富充という、ドラマーと、あと、徳間ジャパンに移った時のね、ベース、熊谷健治。で、あと、昭和時代からのね、友達、中野茂樹っていうハープ。その4人でね、久留米ファンキードッグやります。どうぞお越しいただきたいと思います。18日、博多ブラリーっていうね、これはね、里美さんっていうね、ボーカル、シンガーがいて、まあ、彼女が、経営してるお店なんですけども、ケゴにありますね。これは中野茂樹くん、まあ、これハープと、猪口和也さんっていうギターね、初めての方ですけどもですね、楽しみにしております。11月20日、能形、これ生まれ故郷ですね、筑豊能形ですけども、ザ・バーっていうね、40年もジャズのバーをやってて、ここ番組に来た、女性ジャズボーカリスト誰で、大野恵里さんもね、やられたりしてる、ジャズの、店なんですけども、そこでやらせていただきます。これはね、ハープ中野茂樹くん、ギターがね山近誠さん、で金尾一郎ということでね、楽しみにしております。どうぞお越しいただきたいと思います、はい、ね、これは九州の話ですが、はい、ザ・ウォッカ、はい、この CD を引き下げて、はい、ライブツアーというかありますよね。小さいですけどね、うん、名古屋から、はいはい、23日が名古屋の大須、大須、大須のオイスっていう、オイス、オイスね、はい、OYS、 OYS、 はい、はい、で翌日が大阪の、なんだっけな、昭和町だっけな、ダッチっていう店です。ダッチ、はい、これワンマンで、これはワンマンで、ワンマンね、はい、大阪2ステージです、うん、で25日が京都のウーララ、11月25日ね、京都のウーララ、はい、ララ、はい、でほうほう、で帰ってきて12月1日に、うん、関内のセブンスアベニューで、ワンマンライブやります。ほう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 、来ましたね、はい、この後もなんかいろいろ入ってますよね。7日が国分寺のモルガーナと、はい、16日が高円寺のジロキチ、ジロキチ、はい、21日が、千葉の元八幡、元八幡のサードステージっていうところで、うんうんうん、ほうほうほう、年内は行きます。なるほどね、はい、ということでですね、各、名古屋、大阪、ね、京都、の皆様、よくね、関西は初めて、初めてだね、俺は。本当、俺は前のアルバム、だからもう十何年前になるんじゃないかな。あ、そうなんだ、うん。やっぱりその辺ちょっと回ったんですけど。うん、結構、あんまり回ったりしなかったんだね。しないですね、全然。うん、俺も全然、なんか最近ちょこちょこっとね、九州帰ったりとかね、また、実はその来年4月にもね、もう帰ってくんなって言われるかもしれないけど、実はね、ちょっとイベントがあって、長崎とか、うん、ちょっと行くようになるかと思いますけどもですね、一緒に行こうか、一緒に行こうか、九州ツアーやってない、ね、本当、うん、行こう行こう、ミキさん、ミキさん、ミキさん、なんとか知るよ、ミキさんにじゃあ、全部出してもらって、あご足、よろしくお願いします。ね、呼んで、ということでね、じゃあ、ウォッカ。ニューアルバムエスケープを今日聴いていただいておりますけども、音楽魂というとですね、生演奏ということになりましょうか、はい、今日は生でなんかお二人で、はい、やっていただきましょうか。まず1曲目はどうしましょう。ロックンロールナンバーを、あ、いいですね、やっぱロックンロールいきますか、はい、アコースティック2本でどうなるかって感じもしますけど Hey. ショットガンハニー、hey. ふぬけなガキどもに
すぐ札束ぶら下げてきなよ。ということで、国サッカーブルースバンドのショットガンハニー、生演奏を、いただきましたけどもですね、いかがでしたでしょうか。この後のまあ、ウォッカー、まあ、ライブをやって、まあ、とりあえずこのエスケープっていうね、はいはい、CD をやっぱ売り歩くっていうか、そうですね、あれ作った時さ、俺も来たけど、はい、ドーンとダンボールで来たでしょ。来ましたよ。俺、いまだに押し入れにあるけどさ。来ましたよ。ね。あれさ、メジャーな、まあ、ところで俺も録音して、録音っていうか、まあ、レコード出したことがあって、そういうインディーズみたいな感じで出すの、この間初めてだったのよ。俺27年ぶり、4年ぶりぐらいに出したんだけど、で、その、普通のさ、まあ、最初エピックだったり、徳間だったりして、家にドーンと来ることないじゃん。ないですね。いや、俺は今まで全部家に来ましたからね。そこら辺の免疫がなかったわけよ。あ、そう。俺、ドーンと来た時にさ、もう、すごい重苦しい感じになっちゃってさ。ちょっとしばらくさ、寝つけなかったもんね。いや、俺なんかちょうど娘が家にいて、娘が受け取ったんですよ、宅急便で。本当に？そしたら、玄関先にそのまま置いて出てっちゃったもんだから、俺帰ったら、ドア開けたら入れないんだよ。あれは、ちょっと答えるよね、でもね。さすがにビビりましたよ。でもまあ、これをね、やっぱり、売り歩くというかね、はい、これを、やっぱ、いいものをね、やっぱ時間かけてもね、いいものができたわけでね。でも、楽しみじゃない、だんだん減っていくからね、売れるために。まあ、そうそう。減っていくんだから。まあ、そう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 。ね、だから、もう届いた時はね、クワッてこう、ちょっと考えるよね。気合い入れないと。気合い入れてね。気合い入れて。行くしかないですよね。うん、無理やりとか。あれはお金なんだから。そうだよね。そうだよ。物じゃない、ね、お金なんだから、ね、うん。まあ、これはあれか、
まあ、録音のいろいろエピソードって他になんかいろいろありましたかね。まあ、そのアビーロードスタジオで今度導入されるっていうね、要するにその機材の、まあ、世界初、はい、まあ、ね、そうね、あの平ですかね、ちょっと簡単に言うと、簡単にこけらうとして、ね、まあ、でも他にはいろいろありましたか、今までとはまたちょっと違う録音の仕方とかはそんなに変わってない。そんな変わってないですね、うん、基本一発撮りで、はいはいはい、やったんで、うん、ただやっぱり今回リズム帯がやっぱりね、うん、すごかったんで、うんうんうん、そこは結構、うんうん、他にもいろいろいらしたんですか、うん、ゲストの。いや、もう全然ゲストはなし、全部自分たちだけなんですけど、うん、あ、澤部ちょっと、うん、あ、来たよ、入ってこい、応援隊が入ってこいやろ、自衛隊が続々来る、なんで来るの俺 ね, ね、あのロッカーのとこばっかり、はい、ほらひねくれちゃう、まあ、そうそう久しぶり、あ、いいですよ、お便り行きましょう、行きましょうか、はい、初めての方、はいはい、秋晴れが続いて気持ちよいですね、金尾さん、松下さん、うん、ゲストの辻さん、渡辺さん、こんにちは、うん、こんにちは、はいはい、こんにちは、今日は楽しみにしてました、あ、ありがとうございます、先日横浜でザ・ウォッカーを初めて見てとってもかっこよかったです、あ、ありがとうございます、かっこロボーさん見に行ってましたのですが、台盤の、ね、ロボーの石っていうね、ロボーの石っていう場合、台盤を見に来た人がウォッカの方がかっこいいと思ったんだね、きっとね、うん、またライブに行ってみたいです、うんうん、今日は楽しみ、本当はスタジオに行きたかったのですが、はい、体調がちょっといまいち、あ、え、川崎市のラジオネームミュウさん、 ありがとうございます、川崎の方、まあ、近いです、近いというのは近いです ね, じゃあ次はあのアベニューでね、セブンスアベニューで、ね、ぜひ来てくださいね、発売しますから、はい、そうですね、これはあの本当に、11月21日発売のエスケープ、ね、エスケープこれ すごいですよね、うん、これいい、でも、ね、本当かっこいいね、うん、音もいいしね、ありがとうございます、ジャケットもすごくいいし、うん、凝ってますね、結構ね、うん、結構その、ね、頑張ってくれた、うん、デザイナーのいや、うまいと思って、うん、私吉田二郎くんが、うん、吉田さん、はい、あ、なるほどね、いつかお世話になりたいあ、何あ、あの、ザクさん、ザクさん、ザクさんザクさんはね、はい、あのもうこれやっぱこういうのセンスで決まるよね、そうですよね、いくら金かけても、はい、やっぱセンスがちょっと ないとさ、そうですかもね、あのなんかほら手に取ってみたいとかってあるじゃない、昔ほら、うん、なんかこの紙ジャケなんていうのジャケがいいみたいな、ジャケがいい、今も私はそういう癖があって、うん、やっぱり あ置いときたいとかっていうのが好きだ、そうそう、なんかあの今ちょっとお客様がね、なんかあの、ね、うん、厚かましい、厚かましい澤部君ちょっとどうも、しばらくやね、元気しとった、明日からの久留米頑張ってください、ああ久留米出身なんだよね、まあ、そうなんですか、ね、そう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 、友達には一応横県見に行っとけって言ったんですけど、あ、本当言うとって言うとってどうでもよかけ見てるでも一応なの久留米の一番あの中心部というかね、あの一番繁華街のとこですからね、そうそう、駅前だもんね、この間だから相川さんがなんかあのほら久留米出身じゃない、そうですよ、相川さんのあの要するにまああのかあの要するに古希のライブ、そうですね、古希、ね、あ、古希じゃない、古希はね、古希70年、ね、そう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 、うん、それでね、あのやったみたい、あのシナンドロケッツとね、うん、そうそう、だからちょっとでもね、久留米行くと懐かしいんですよ、俺だから昭和行ってる頃っていうか、ね、あのディスコとかで歌ってたのね、ディスコバンドとか、まあ、まだ入ってて、その時久留米のファンキーっていうところで、はい、毎日だから6、70曲歌ってたのよ、毎晩、それでもう俺真面目だからさ真剣で歌うじゃん1週間でもうすぐ声枯れたもんね、もう全然出なくなって、いろいろ勉強させてもらったよね、久留米ね、うん、あの懐かしいですけどね、今日飛行機で行くと、え、今日飛行機で行くと、船だよ船船、うん、船でだからね、明日ぐらいには着くんじゃないかね、久しぶりに澤部君もね、あの金田明のときめきジュークボックスの頃からね、ここで会うたんやね、最初。ちょっと今日ね、今月たまたまちょっと某企業に入り込んで、ちょっとそこら辺におるとですよ。だから来週行きます。この上？この上じゃないけど。ちょっとあ、近くに？うん、本当ね。言えないけど。あ、言えない。本当。どこだ、うん、そう。で今サボってきた。ちょっと休みだね。休みだね。そうそうそう。そうかそうか。来週行きます。ね、会えてよかったですよね。あの全然なくてすいません。いえ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 。
国策家ブルースバンドっていうかね、僕はのその2人 の, あのユニットなんですけども、辻浩二さんは何、あの最近ソロでもね結構活躍、あまあぼちぼちちょこちょこソロでやったらどう、あのどんな感じ、やっぱりそのバンドでやるときとソロ、あの全然違う曲なんですよ。あ全く違うんだ。全部違う曲なんで、ね、だからまたそれね自分にとっては全然違うやり方なんで、それはすごいあれですね、冒険というかね。そうですね、うん、でもそういうのがあれなんだろうね、エネルギーになるんだろうね。今度ほらバンドでやるときとまたちょっとそうで、ま、全然違う曲やってたら、はい、やっぱ気持ちの入れ方変わるじゃないですか。変わります ね、はい、そういうこの携帯音が出ないようにしとけよ、うん、誰あ、だから生放送をやってるからみんな今聞いてますとかって、あの、してくるんよ。あの、まあね、あの、すいません。あ、ソロは一応明日、アビームでやりますんで。あ、明日そうなの？はい。あ、明日、マイタのアビームね、あの、よろしくお伝えください。はい、あの、僕も久しぶりにね、来週、あ、違うか。そうそう、あのね、九州から帰ってきて横浜ですね。で、ほら、ラジオがあるから、長旅できないのよ。あ、そうですね。4日か5日で帰ってこなきゃいけない。ロンドンの時も、終わった日に行って、前日帰ってきたから。で、ラジオ行って、それで巻田でやって、今度また福島へ。あ、後半は福島なんでね。うん。あの、ぷかぷかでやらせてもらいますけどもですね。そういうやり方しかできないんだけど、はい、それでもね、やっぱ、回った方がね。まあいいですね。今まで俺で、どっこも出ないだもんね。うん。うん、なんか、あんまり。で、僕かもね、この楽しみじゃないですか。楽しみですね。ちょっと楽しみにしてます。どういうふうなね、はい、あの、うん、新しいお客さん、そう、まあ、あんまり会えないからね。そうだよね、うん。どういうふうに聞いてくれるのかも、うん、行ってみないと分かんないんですけど。うん、今度だから、いろいろなんか、機会があったら一緒に回って、ぜひぜひ小回り聞くじゃん、この3人やったら。そうそうそう。小回り聞きますね。ね、はい。バンドやったら大変やけど。うん、まあね。小回り。うん、いや、そういうの大切だもんね。フットワークの軽さもね。そう。だから両方できたら、呼ぶ方も呼びやすいし、はい、なんかね、ちょっとそういうユニットとか、そういうのでもできるわけだからね。はい、うん、ということでね、僕から2人ですけども、生演奏でじゃあ、なんかいきますか。時間大丈夫ですか。大丈夫よ。俺も今日はいいから、いいちょっとやろうよ。全然大丈夫。生ウォッカで。あ、これいいや。あ、いい。うん、じゃあ、これも、アルバムの中に入ってる曲、スローな曲を聴きます、はい、ロンサムタウン。お前と暮らした街が少しだけ違って見えた。 Baby お前の後ろ姿が小さくなってゆく。遠くまで来たようだ。もう戻る道は知らない。
せばお前と暮らした街がベイベー小さな後ろ姿が遠くなってゆく俺の罪を洗い流す少しだけ始めよう誰かが寂しい街とですね、ザ・ボッカのお二人ですが、国坂ブルースバンドザ・ボッカの、ね、お二人ですけどもですね、辻浩二さん渡辺武史さん、ロンサムタウン、ありがとうございます。でしょうか、どう最近しばらくぶりに来たけど最初に来た時よりもなんか楽にできるでしょラジオって。いや慣れたよ、ね、やったからずだよ俺は慣れないよ。何やらされるか分かんないからさ。お前さゲストの方お前終わりしました次試されたらもう友達みたいな飲んでるみたいな感じで最初来た時お前汗すごかったねすごかったねすごかったねもう全然汗かいてないでしょ夏だったんだまあでも何やらされるかもドキドキなのよ俺お前さって失礼しました私もドキドキちょっとじゃあ最後の俺ちょこっとあもう時間ない途中まででもやろうかやりましょうやりましょうはい九州のツアーもあるし、はい、Yeah One Two Three
はい、ということで短めのファニーエンジェル、こんなに短くまとめるよね、俺もね、大したもんだ。ということでね、今日はね、国サッカーブルースバンドのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。動画の岸さんもありがとうございました。サービスありがとうございました。ザックさんありがとうございました。来週お楽しみいただきましょう。またお会いしましょう。お相手は金谷史郎でした。See you next time。思い出が